宇宙がテーマの体験型施設郡山市ふれあい科学館の入館者が250万人に達しました。3、2、1、0。ふれあい科学館は宇宙飛行士体験などができる有料ゾーンの入館者が250万人に達し、記念のセレモニーが行われました。250万人目は市内に住む木村ここねさんと桃花さんの姉妹で、記念品として家庭用のプラネタリウムなどが贈られました。本当にって感じでした。とても嬉しいです。なんかいつも来てるからそんな、なんないかなって思ってたけど、なって嬉しかったです。ふれあい科学館では来月9日、国立天文台が開発した 3D 天文シミュレーションシステムが公開されます。夏休み中の子どもたちを対象に短期集中の水泳教室が開かれました。郡山新近海星山プールで開かれたのは、水に慣れていない子ども向けの水泳教室です。4日間の指導で水に対する恐怖心をなくすことが目的で、幼稚園児から小学3年生までの30人が参加しました。子どもたちはプールサイドでバタ足をしたり、水中のボールや棒を潜って拾う練習などに取り組みました。楽しすぎる。もっとたくさん遊びたい。滑り台とか最後にしたのが楽しかったです。水泳教室は子どもから大人までレベルに合わせてさまざまなクラスがあり、来月も開催されます。詳しくは郡山新近海星山プールまでお問い合わせください。海外進出を目指す県内の企業を支援しようと、郡山市は JICA 国際協力機構と協定を締結しました。締結式では品川市長と JICA 東北の須藤勝義所長が協定書を取り交わしました。協定では郡山市役所に JICA 郡山デスクを設置して、職員1人が常駐し業務にあたり、郡山市を中心とした県内の民間企業の海外進出を政府の資金を活用して支援します。 JICA の職員が常駐するのは、市町村では郡山市が全国で初めてです。ぜひ、まあ、そういったいい企業を発掘しましてですね、それで、まあ、あの海外展開、あの途上国支援にですね、郡山、あのおよび、まあ、この広域圏のですね、あの技術、経験をですね、あの使わせていただきたいなというふうに思っております。JICA 郡山デスクは、来月3日から業務を開始します。